東広島市の情報をお届けするマイタウン東広島、今週は一般社団法人東広島青年会議所地方創生委員会委員長の鈴木さんに紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週の一押し情報は何ですか？今週はハッピーハロウィンラン広島2016 in 東広島、化けて走って食べちゃうぞについてご案内します。東広島青年会議所では地方創生の一環として、これまで東広島に少なかった健康志向、若者向けのイベントを開催することで、世代を問わない新しい楽しみの場を生み出し、東広島市の新たな魅力の一つとしていくことを目的に、全国的に盛り上がりを見せるランイベントとハロウィンをつなぎ合わせた今回のイベントを開催します。場所は広島県央の町、東広島市福富町にある道の駅湖畔の里福富とその周辺で開催し、仮装あり、スイーツあり、ご当地フードの楽しい仕掛けありの体験型ファンランイベントです。ランナーとしての参加受付期間はすでに終了していますが、走る人も走らない人もイベントという非日常の世界で楽しみながら広島の魅力を思う存分体感することができます。日時は10月30日日曜日の8時から16時まで、雨天決行です。ではイベントの詳しい内容について教えてください。はい、まずランイベントの詳細について説明します。小学生が対象のキッズラン、親子ペアが対象のファミリーラン、仮装して楽しむファンラン、そして一般のランが10キロとなっております。またコース上で広島を丸ごと満喫と題して、ランニングコース上に東広島をはじめ県内各地を体感できるスイーツやご当地フード、ドリンクなどを配置します。コースを走りながら地域の特産品や食材に触れることができます。このほか当日だけの特別イベントとしまして、広島県西部建設事務所との共催イベントとして福富ダムの内部に潜入するダムツアーを実施します。普段は絶対に入れないダムの内部を探索する企画です。定員は10時の部、11時の部ともに20名の先着となっております。詳しくはホームページをご覧ください。さらに走り終わった後には特産品コーナーや飲食ブースなどを用意し、ランナーやそのご家族を出迎えます。走ってよし、見てよし、食べてよしということで、随分楽しそうなイベントですね。そうなんです。走者としての参加 しない方にもぜひ沿道でランナーへ熱い声援をかけていただければと思います。なお湖畔の里福富周辺の駐車場には限りがあり、当日は大変な混雑が予想されます。応援や観戦にいらっしゃる方はできるだけ公共交通手段をご利用ください。また当日は臨時駐車場からシャトルバスの運行を予定しています。大会内容の詳細はホームページでご確認ください。また公式 Facebook では当日までのカウントダウンも行っています。ぜひご覧ください。お問い合わせはハッピーハロウィンラン広島2016実行委員会、電話番号は082-225-0388までお願いします。今週は一般社団法人東広島青年会議所地方創生委員会委員長の鈴木さんに紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。